名鉄300系電車名古屋市交通局7000系、電車名古屋市交通局7000系電車は、2003年に登場した名古屋市交通局上、飯田専用の通勤系電車。名古屋市営地下鉄上飯田線、名鉄小牧線直通運転に用いられている。上飯田線と名鉄小牧線とを接続する上飯田連絡線の、竣行を控えて、4両編成2本が、 日本車両製造で製造された。建造費の低減を図るため、名鉄300系と走行機器、伝送品、運転台や一部の内装品を共通化し、乗り入れ協定に基づく共通性能の車両としたが、オールステンレスの構え体を従来工法により、建造したため、むしろ外観は、鶴舞線3050系、桜通線6000型などに禁似する。イベットによる、 VVVF インバータ制御装置は、名古屋市交通局で、初めての採用例となった。また、本形式は、名古屋市交通局で初かつ唯一名鉄市、に編成とも2003年に製造されたため、編成ごとの際はない。方向幕には、行き先設定がある。表示のほか、通常は使用されることがない新沼や、急行の表示、鶴舞線の赤池と上お台も入っている。 7400、7500は将来の6両編成化のため、欠番となっている。通常は2編成とも運用されることはなく、1編成は、名鉄犬山検査場に留置され、深夜に犬山を出庫する。客室設備は、片側4扉の客室の側扉間ごとに、転換クロスシートとロングシートの区画が分けられる、名鉄300系が、 初めて採用した座席配置とほぼ同様のものになっている。また、車内放送は、小牧線、上飯田線でワンマン運転を行うため、自動になっており、日本語と英語の2カ国語により放送される。名鉄300系と同様、上飯田線内でも名鉄仕様のものが使用されている。主管制御機は、名古屋市営地下鉄の車両では初めて、ワンハンドル操作型となった。 名鉄の車両に準じた右手操作型である。2015年6月現在、車内広告は一切されていない。300系同様に、同局及び日本の地下鉄、雑跡表地は薄紫色で、名古屋城の金のシャチホコや、名古屋テレビ等、東山動物園にちなんだコアラなどの模様が施されている。また、名古屋市営地下鉄の車両では初めて三角形の、 釣り革が採用された。カミリーダ専用の車庫はないため、車両整備と定期検査は、名鉄犬山検査場で、重要部検査及び全般検査は、名鉄埋目検査場で実施される。なお書類上における所属先は、鶴舞聖や桜通船の車両と同様に、日清工場となっている。ありがとうございます。